かドキドキするね。あと2日です。やばー。あ、すごい人で、こんばんは。枠かな、枠かな。明日が一応5時50分ぐらいを目安に配信しようと思ってるんですけど、全然みんな6時に来てもらって構わないです。あの、私もね5時50分で、間に合うか分かんないので、寝てるかもしれないし、はい、そう、よいしょ、お湯が沸きました。はい、5時50分って驚いて、そう、ちょっとだから本当に起きれるかわからないから、あのみんな6時配信って思って星とかセットしてほしいそう、はい、ちょっとわからないので。今日飲んだくれる予定の、全然いいですよ、全然大丈夫。うん、夏が終わった。夏まだまだでしょ。でももう8月中旬ってやばくない？捨て干しは前提なんで、だってみんなだって捨て干しとかするでしょ捨て干しとかするでしょ、多分星投げする人。でも星投げ別にいいよ、本当に。だって6時だもん。6時配信って思ったらさ、5時15分とかに起きてでしょ。絶対無理だからやめときな、マジで。やめていいよ、本当にやんなくていいよ、マジで明日は星投げなしの、星投げお休みの日にしよう明日外出たら白い息出た？やば。明日は星投げお休みの日です。明日はお休みの日です。捨て干し休日。意味わかんないこと言った。ま、今日マック食べたんですよ
ハワイアン、なんかね美味しかったんだよね。ポテトとハンバーグが入ってるやつなんだけど美味しかったの。なんだっけ、あ、これハワイアンバーベキューざく切りポテト&ビーフ長い。ハワイアンバーベキューざく切りポテト&ビーフってやつ美味しかったよ。美味しかった、なんかポテトとビーフのやつ、うん、美味しかったから。美味しかった。わかる、カロリーの塊だよね。そうだから朝コーンスープ飲んで、でお昼にマック食べたからやばいって思って豚汁豚汁です。ハンバーガーにポテトが、そうそう、ガパルで部活したわ今日。長野っていうかその長野公園控えてるんで部活ってやばいね、最悪だ。お昼牛タンからの焼肉やば、一周回ってカロリー0キロカロリーそれなはい、うん、公園前にがっつり食べた。うまい美味しい。最近すっぴんでしか配信してないね、ごめん。明日大丈夫、メイク配信だから。可愛いってあるけどさ絶対定型文でしょって思っちゃう。私は性格悪い？顔面工事配信です明日。あ、いつでも可愛い面白い、ありがとう。結婚してが飛んできた。何、性格の悪い女の子って言いたいの？それはそうだよ、女はみんな性格悪いと思って持論、女は、私はだね、性格いい子いるから。私はでした、私はうん、あった。私は性格が悪いですよ。基本私思うんだけど、人間はいい人ばかりじゃないから、これはうちのお父さんが言ってたんだけど、自分にとっていい人はいるけど相手にとってそれがいい人なのかそれは違うからってしたから、だからいい人とか性格がいいとかさそういうのを決めるのは
自分だから、そう、そう、だから私自ら私性格いいですって言わないし、うん、だったら私性格悪いですって言っておいた方がいいじゃんっていうのです。すごい、なんだっけ、トビウオじゃなくてチンアナゴ。なんでトビウオって出てきたんだろう。だからずっと言ってるのかな、知らね、もう勝手に言ってろって思うもん。おお、チンアナゴ。チンアナゴいっぱい、ありがとうございます。なんだっけ、タツノオトシゴ、タツノコ、違うな。ありがとうございます。タツノオトシゴで合ってる、よかった。ああ、また来た、ありがとうございます。タツノオトシゴってそんなにちっちゃいの。ちっちゃ、人で星じゃん。人で星じゃん、星に混ざって見えない。貝もちっちゃい、やば。いつ目には私を好きになってね。イチナソはそんなもんって言わないで、イチナソでもイチナソなんだよ。13日の金曜日なんで、ジェイソン、ジェイソンって何？あれですか？怖いやつですか？あ、スイカ食べたい。急。ね、やだ、13日の金曜日でそうやってイメージついてるの嫌なんだよね。私13日誕生日だからさ、やだ。13日に、うん、誕生日の人みんな敵に回したよ今。ごちそうさま。明日誕生日なのピエンね、ピエンしよう一緒に、どういうこと。
飲み寄っちゃう。温かいのかな今日ね。一緒に泣こうぜ。さ、チーカマ食べよ。よいしょ。豚汁食べてチーカマ食べて。今日はハイカロリー。ハイカロリーです。よいしょ。いやいや。いいよ。取れない。食わせろ。私にチーカマを食べさせて。あ、しゃあ。チーカマを食べる回に勝ったぞ。じゃん。わかる。赤いのたまにさミスってさ、こう噛んでさやって取る。ひこちゃん可愛いことちいかまって。わかる、言うよね。でもね、私のファンネームっていうか、何ファンネームで合ってる、姉ちゃんがつけるとしたらちいかまにするんですよ。でもやひこはちいかまって使ってるから、さすがにちいかま使えないなって思って、かわいいになっちゃうからな。呼んだって言ってる。来た。そさこま。チキンナゲットと天ぷら？チーカマよりがチータラ派？こんばんは。チータラ美味しいよね。すごいハートいっぱいありがとうございます。すごいなんかいっぱい。やばい、舞台がさ、明後日なんて信じられないんだけど、どうしよう。でもさ、こう着々とさ、こう近づいてきてるじゃん。近づいてきてるってことは終わりも見えてくるってことじゃないですか。終わるのが嫌なんだけど。やっとさ話せるようになってきたのにさ。夏のお年頃でも月末まで絶対あっという間なんだって。絶対あっという間じゃんね。辰の落とし子がいっぱい。そう、その間に遥か村もあるしおしゃべり会もあるし、あとあれだ、城山動物園のお仕事もあるし、
すごい海の幸がいっぱい。海の幸ってのは食べ物にしちゃった。すごい今さすっごい頭の中でその家族の話の楽曲が流れてんの。いくつかあるんだけどめっちゃ流れてる頭の中に。歌っちゃいそうで怖い。18日はおごいの生誕です。台本来ましたか？なんとなくしたやつは来ました。読んでないわ。既読にしただけで読んでないわ。ちょっと待って、まあいっか、なんとかなるんだよ。タツノ、タツ、うん、これタツノ落とし子じゃないの？え、さっきからタツノ落とし子ってない？違う。あ、ちっちい。こんなもん。びっくりした今さん。帰りと書いて辰の落とし事読みますって書いてあったと思った。うん。びっくりした。海に馬ね、なるほどね。たった見帰りに見えたんだよ。えって思って、えってびっくりしちゃったもん。タツノオトシゴ。ちょっとタツノオトシゴだね。そう、かわいそう。嘘、カイリが私に3週間ってないツイートしてた。嘘、やべ、ツイッターチェックしてないよ。帰りのちょっと急いでチェックします。あー、なんか怖い CM 流しちゃった。怖いよ、やめて。嘘、帰りどこにいる。大人気の夜な夜なエール、3ヶ月6ヶ月の定期便が新たに登場しました。よ、みんなふるさと納税。帰りどこ。帰り。それいつのツイートだろう。帰り、あ、モバメ。モバメの内容言っちゃえダメだよって思うのは私だけ。ツイッターではないってこと？まあそうだね、27日以来会ってないですね。うん、
私が稽古だったからっていうのもあると思う。稽古だからずっと会えてないっていう。え、どこにあるんだろう。ツイッターですか。え、どこ。やっと帰り見つけた。昼のショールームで言ってた？じゃあツイッターじゃない？どれだ？どれだ？どれですか？ショールームですかね。ちょっと見当たらないからいいですか？探しませんよ、もう。タツノオトシゴはハッピーの象徴？象徴？合ってる。象徴で。そうなの？自分の記憶混乱してるとともにあれだよ、ごじってるよ。ごじってますよ。大丈夫だよ、全然。読み方合ってます。ありがとう。前髪伸びた気しない？もう抑えるとこんなんだよ。伸びた前髪。私切りすぎたって言った日いつだったっけ。でもゆめも前髪短かった。なんかツイッター見たら短、ツイッター？インスタのストーリー見たら短かった。髪の毛伸びたんだよね。髪の毛伸びたんですよ。東京公演の時さ、伸びちゃってるかな。どう思う？切った方がいいかな、東京公演前に。でもこれぐらいでもそんな伸びないか。半月で伸びないよね、そんなにね。って思っとこう。って言って伸びちゃうのが私の髪の毛なんだよ。まあいいや、9月になったら。うん。父ちゃんの何？ DNA？ DNA？ いや、DNA？ あ、確かに父ちゃん DNA の。英語かと思った。なんか DNA ね、裏山。そう、なんか本当はもっとがっつりショートにしたいなって思うの。これボブヘアなんだけど、これはボブなのじゃなくてショートにしたいんだよね。そう、そうだけど黒髪でショートにするとすんごい子供っぽくなっちゃうから、ショートにするのは染めたくて。そう、うん。だからショートに した時は多分染めてます。
そうかな。でも黒髪ボブも意外とギリギリないよ。黒髪ボブも重たく見えるんだよね。てか基本的に黒髪ってもう重たい重たい、うん、それは多分男性の方には分からないと思うんですけど、男性って基本黒とかの方が多いじゃないですか、地毛の方が、うん、そう。まあもちろん染めませんけど、あの公園っていうか舞台があるのでね、染めないし、この髪型は崩さないんですけど、うん、そう。そうそう、あゆ太郎さんみたいなハイトーンも多分似合わない、私には。そう、私には似合わないから、少し明るくするぐらいしたいんですよね。なんか量も多いから、そう、とにかく軽く見せたくて、うん、ピンクなの今。え、そうなんですか。全然メンバーに合ってないからもうわからない。そうなんだ。今ピンク系流行ってるから。そうなんだ、全然わかりません全然わかりません。そう、メンズはブルー系流行ってる。そうなんだ。もうさ、でもさ、いざ染めるってなった時にさ、そういうの全然わかんないから、何がいいかわからないよね。うん。青にしたことあるけど髪のケアが大変だった。バラありがとう。一度金髪にしてみたい。してみなしてみな。ズラっていうかウィッグだと、なんかね、ウィッグも大変なんだよ。私すごいなんか毛量が多いから、ウィッグかぶる時ってネットをしてからかぶるんだけど、ロングの時にさ、ウィッグかぶったことがあったと思うんだけど、もう大変なのマジで。ロングの時はね、こんなもうキュッてやってさ、めっちゃ長いじゃん、火のがさ、ウィッグかぶってる時もさ、あ、大変そうだなってすごい共感できる。そこは大変だよねって。火のも量多いし、めっちゃ髪の毛長いじゃん、めっちゃ大変なんだよあれ。すっごい頭がでっかく見えるんだよねそう、いや今の長さでも大変っちゃ大変だよ。だってこうネットでやった時にこううまくまとまんないと思うもん、短い、なんか中途半端すぎて。だから長いと長いで大変だし、短いと短いで大変なんだよね。こんばんは自然に白に染まってきてます温風じゃないのね、え、ねえ、あれまだ決めてないの、どうしようね、助けて。あのさ、あれコスプレ、コスプレどうしよう。
ブレザーの制服熱くない？9月5日でしょ？あれ9月頭だよね。熱くない？こんばんは。何がいいかな。ペンギン園長のコスプレ受ける。そう、なんかセーラー服とかいいなって思ったの持ってるから。そう、どうしようかな、何がいいかな。何がいいと思う？あ、矢野陽子っぽいのにする？え？よくない？矢野陽子みたいなカラータイツあるかな。え、ちょっと探そう探そう。カラータイツとパーカーさえ買えばなんとかなるからわかる。カラータイツ映らないけどね。へえ、いいじゃん、そうしよう。カラータイツって出てくるかな。でもさ、左右で違うカラータイツってさある？どうやってやれば出てくるんだろう。2つ買って作るか、それは無理だよ。タイツだもん。だってタイツ履いたことあります？大変なんですよ。なんてやればいいんだろう。切ったらダメだって。どうすればいいんだろう。タイツそんなに、なんてやれば出てくるんだろう。左右色違い、待って、あるかもしれない。いや、でも似たようなのはないかもな。似たようなのはないな。でもね、聞いて、イエローとブルーっていうのがあるから、私の推し祭カラーならあるないな。でも探せば多分ありそう。ありそうだけどね。もうそれか2杯だよね。色違いの2杯買って、になるね多分。イルミナスさんどこで買ったんだろう。ね、左右色違い、あ、
をかけるにするか。もうみんな答えの色、あ、ヘッドホンも買わなきゃね。ヘッドホン100均で売ってそうだけどね。あるかな、あるかな。いやでもね、ほんとない。みんな答えの色わかってる？ないんだよ。ないんだよな。相当変な人だよね。ないな本当に。うん、これじゃないと思うんだよね色。ないんだよな。どうしよう、いい案だと思ったのに色がない。どこで買ったんだろう。全く同じは無理だと思うの。そのパーカーとかね、そういうのはタイツは売ってそうだよね。ないな。鉄拳さんのコスプレしようか。勝手にしてください。ないの。ここまで、あ、これいいとか思ったのに、ここまで来てないとかある？え、キッズサイズ？ちょっと待って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 、ないわ。ごめん、期待させた。これ似てるって思ったら全然違った。違いました、違いました、ありません。ん、これ何？カラータイツだよね。え、ありませんでした。嘘。え、でもこれ靴下になってるよ。これ何？靴下なの？でもアシンメトリータイツって書いてある。タイツだよね。ここまで来てないの？そんなことある？でも、嘘。ない。ないな。舞台の方に気を教え、うん、そうだね、聞いてみよう。カラータイツは同じ色にしたい、さすがに。アマゾンないかな。左右色違いカラータイツ、え、ないかな。だから切ったらダメなんだ。ないなぁ。カラータイツ色違いってやったら違う。色違い、はい、出てきませんね。うわぁ、色の組み合わせ自由にできるっぽい。え、どういうこと、どういうこと。バイカラータイツ、何、楽天バイカラータイツ、なになになに、え、なになになに、どれ、一番上のやつ、どういうことですか。これはちょっとわかんない。牛タン出てきません。
え、どういうこと？どういうこと？これ一枚でおしゃれ上級者の仲間入り。主役級のインパクト。カラータイツって主役級のインパクトなの？こうやってやっぱあれなんだね。でき自由に決めやすい。そうだよね。どうしよう。ここまで来て、だからもうワンチャンタイツを2つ買って、片方履いてっていう感じにしないとダメだよね。片方ずつ履いて、いやー、うわいい方法だと思ったのに。いい方法だと思ったのにね、みんなね。ないのかな。わかる、タイツでつまずいた。うわー、ないのかな。あると思ってた。だってうそー、カラータイツでないの。やっぱ探してるけどないですね、カラータイツ。うーそー、遊びに来たよってありがとうございます。あ、これは全41色。これ多分違うんだよ、大小じゃないんだよ。みんな同じ色でしょ。私が求めてるのは非対称なの。矢野陽子はね、絶対大学で友達いないと思ってるから絶対友達いないと思う、私、矢野陽子いやだってさ、カラータイツ一色だったらまだいいよ。でも絶対さ、いないと思うんだ私。左右で色違うんだよ偏見偏見絶対絶対ないと思ってるから私うわ悲しい。まさかここでつまずくとは思わなかったな。そう、諦めたくないよ。え、何色と何色ですって言っていいなら言うけど、でもそれを自分の目で見てこう何、あ、何色と何色だってこう思いたい人だっているわけじゃん。だから言っていいのか悪いのかあれだから、ちょっと言わないでおくんですけど、何色と何色って。うわー悲しい、ちょっと待って。そうだから私のオフショット、オフショットはだいたい上半身が今のところ多いと思うんですけど、
悲しい。どこで混入したんだろう。うわーうわなあ、こんなところでつまずくとは。矢野陽子のコスプレしようと思ったのにね。わかる、矢野陽子のコスプレのハードル高かった。すごい、いきなりちかちゃん好きって、ありがとうございますねえ、うわー、私ってそんなに滑舌悪い？ありそうだけどね。ありそうだけどな。はい。じゃあ私がもし矢野陽子になれたら、みんなはあれだよ、コウタのコウタみたいな格好しなきゃダメだよバンドマンはい、ちょっとあんまりね、言うとネタバレになってしまうのであまり言わないでおくんですけど、でもすごい歌のところはめちゃめちゃ緊張するから、あの温かい目で見守れないかもしれないけど、みんなヒヤヒヤしちゃって「チカナ大丈夫かな？」って大丈夫かなってなるかもしれないけど、あの温かい目で見守ってください。必死に、もう必死にやってるので必死、必死よ、とにかく必死。はい、あの我が子を見守る感じで、あの見てください必死なので、とにかく必死です。ちかなちゃん初日必死だからあのみんなはもう我が子を見守っててくださいちかな大丈夫かな、セリフ間違えないかな、大丈夫だよね、大丈夫だよねってやっといて隣の人に大丈夫だよねそれわかんない、知らない人かもしんない私的にはさ、こうなんだろう、知ってる方がさ多分いると思うの、ああの人とあの人の連番っていうか隣なんだ。でもさ、その人たちは絶対知ってるとも限らないじゃんだからさこんなことやられたってなるよねうん、落語の時もドキドキしてたソーシャルディスタンス、え、大丈夫、もうあの多分隣席愛してもさ、ダダダダンってやってさ、大丈夫ですよねはいこうやってやって、大丈夫ですよね、大丈夫、うちの力大丈夫ですよねいい迷惑いい迷惑なので、あの本当に迷惑だけはかけないでください。ああ面白い。ああなおありがとう。じゃあ壇上を読みます。はい、13位ディーヤマさん、13位ディーヤマさん、12位ハブトゥーセーブさん、12位ハブトゥーセーブさん、11位ナチュラルさん、11位ナチュラルさん、10位ミーさん、10位ミーさん、9位ペンギンさん、9位ペンギンさん、8位カブさん、8位カブさん。7位マイクさん、7位マイクさん、6位 N さん、6位 N さん、
5位キャッスルさん、5位キャッスルさん、4位パンダの帝王さん、4位パンダの帝王さん、3位〇〇さん、3位〇〇さん、2位タッチンさん、2位タッチンさん、1位リョウさん、1位リョウさん、ありがとうございます。はい、ということでね、終わります。明日は一応その予約の時点では5時50分からって配信入れてあるんですけど、本当に起きれるかわからないので、6時配信だって思って来ていただいていただければ、行くって方はね、方は6時配信って思って来ていただければ大丈夫です。ちょっと明日はね朝早いので、星投げはお休みの日にしてください。はい、星投げしなくていいです。はいはい、ではね終わりにします。うん、はいうん、投げたら怒ります。投げたら怒るから、星投げお休みの日、明日は。わかったはいちかなさん目覚ましで起きます。起きてくださいフライパンのやつにしたら絶対一発で起きれると思うからはいはい、絶対星投げ しダメだよ。投票ボールにしておく、それはもう甘えです。解放してるするけど星投げしちゃダメだからね。明日は私星投げに厳しい私が明日お休みでいいよって言ってるんだよわかる？私厳しい私が星投げお休みでいいよって言ってるのだからお休みにして、だって明日金曜日でしょ。お仕事の人だっているでしょ。ダメだよ、ダメです、ダメです、明日お休みです、ダメです。星投げしてたらその人無視しますで、趣味が星投げ、で趣味睡眠にしようはい、じゃあね終わりにします。ではでは、ありがとうございました。また会いましょう、ルームバイバイ、おやすみ、またね、バイバイ。